星の輝きをその瞳に宿すもの、タンバリン星国の王子を探しにコメットは遥か彼方の星、地球に向かいました。タンバリン星国の兄弟ミラとカロンと出会って、地球での暮らしもまた少し変わってきたようですね。地球の素敵なところをコメットは教えてあげようとしていたけれど、逆に二人の暮らしから教わることも多いようですよ。まだ授業中みたいだね。元気かな。お腹空いてないかな。お腹？ミラさん食いしん坊だもんね。いっぱい食べるもんね。食べすぎるくらい食べるぼ。教えてあげるから、うちに来ない？みんなで勉強しようよ。ありがとう。でも、やることがいっぱいあるから。あ、そっか。みなみんとこ、お母さんいないんだっけ？大変だね。いえ。じゃあ、暇な時、いつでも行って。うん、いつでも行ってね。本当にありがとう。大丈夫かなって思って。はい。また二人だけで暮らすの。困ったことがあったらいつでもうちにおいでってパパが言ってた。うん、ママも言ってた言ってた。どうしたの？誰かに意地悪されたの？ゾウシ君やっつけるよ。ネネちゃん噛みつくよ。うん、皆さんが優しくて。になったんだ。はい。カロン、帰るわよ。いやだ、もうちょっと遊びたい。だって遊ばせてあげよう。あんなに楽しそう。はい。じゃあ夕飯までには帰ってきてね。うん。じゃあ行こっか。はい。待てラブアイ。待て待て。こっちに来るぼ。みんな、ゾウシ君も夕飯までに帰るよ。ネネちゃんもボウもだぼ。あー、みんなで遊んでミラさんの家に行きたくないの？うちに？ネネちゃんミラさん家に行く。ゾウシ君だってボウも。でもうちに来てもらっても。はあ、好きっと何もないんだっけ？そうなんです。カラカラできるよ。ボウなんかすごくゴロゴロできるボウ。カラカラ。そうだ、何もないってことはこれから自由にお部屋を作れるってことだよね。え？お部
部屋作り一緒にしてもいいかな。お部屋作り？お部屋が寂しいと気持ちまで寂しくなっちゃう。楽しくなれるお部屋にしよう。素敵です。あ、でも家具を買うお金がないんです。お金？最初に地球に来る時にもらったんですけど、もう使っちゃったし。大丈夫、お金がなくても星力があるもの。私たち星使いとしては未熟ですから、今はご飯を用意するだけで精一杯。やっぱりミラさんは何もなくても食べ物だもん。え、そんな。大丈夫、私たち協力するから。ジョシ君もネネちゃんも助けるよ。でもどんなお部屋にしたら楽しいかな。ジョシ君は怪獣がいっぱいのお部屋。怪獣？ネネちゃんはお菓子がいっぱいのお部屋。それじゃあラバピョンのお家みたいだね。そうだもん、ラバピョンがいっぱいいるお部屋だったら幸せだもん。ラバピョンがいっぱいのお部屋いい感じだぼ。決めるのはミラさんだよ。ねえ、どんな部屋がいい？そう、やっぱりご飯がいっぱいのお部屋。うん、もうそればっかり。とりあえずソファーが欲しいです。じゃあやってみるね。キュッとお願い。ふかふかのソファーだ。色はどうしよう。そのくらいならこれがいいです。そっか、ミラさんが自分でやった方がいいよね。ミラさんのお部屋だもん。はい。あ、でも…これでできるでしょ。ありがとう。姫様、星使いの先生みたいだもん。はい、先生です。先生？そうかな。楽しくなってきたね。じゃあ次は何がいるかな。そしたらキュッと引っ張ってて。キュッ、できた。あとは壁に海があれば。海？南の島の浜辺に寝そべってみたかったんです。面白い、やってみよう。あれ？もうなくなっちゃった。任せるぼ、もう星も出てる頃だぼ。いってらっしゃい。よくー。星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。あれ、まだ星が少ないみたいだぼ。大丈夫です、これだけあれば。集まった？ただいま。おかえり、カロン。お腹すいた。あ、どうしたの？カロン、喜んで。今日ね、コメント様に星力もらったの。これで美味しいもの食べられるよ。やった！私たちも帰らなきゃ。パパとママに叱られちゃ。もっと遊びたかったな、ネネちゃんも。また来よ。じゃあまた。今日はありがとう、コメット様。あ、いけない、これ返してなかった。ん？ミラさんもこれがあれば自由に星力を使えるようになる。これはメモリーストーンだぼ。これは王家の方のものです。拾ったの返してくれるかな。でも殿下がどこにいらっしゃるかわからないのかぼ。はい、コメント様から直接殿下に渡された方がよろしいかと。そっか、うん、わかった。わあ、暗くなってきちゃった。あれ？
何やってるの？何ってバイトだよ。どうして？監視員の仕事は終わったしな。金がなきゃ飯も食えないし、夢にも進めないってこと。どうして？もういちいちうるせえな。暗くなるまでに仕事終えなきゃなんねんだよ。おいバイト遅いぞ。はい、今行きます。手伝おうか？手伝われたらバイト代出なくなる。いいから早く帰れバーガー。またバカって。頑張って。頑張ってね。頑張って。ケイスケがバイト？なんだろうな。彼も一人暮らしだから、いろいろと頑張らないとね。ああ、そういうこと。働かざる者食うべからずってな。働かざる？お猿？そうじゃなくて、ご飯を食べるには働かないと食べられないってことだよ。へえ。ケイスケは自分の力で頑張ってるんだね。結構偉いぼ。うん。あれ？なんだろう。またラバ坊さんの力を借りたくて。え？カロンも星力が欲しいって。星力でおもちゃいっぱい作るんだ。友達みんな持ってるんだもん。おもちゃ？ラバ坊協力してあげよう。姫様がそう言うのなら行くぼ。ジャンプ！もう一回ジャンプして。だって一回じゃあんまり集められなかったんだもん。しょうがないぼ。私に断られたからコメントに頼んだわけ？いけませんな。王子様の情報を何にも教えないで星力なんて分けてあげられるわけないじゃない。確かにコメント様は甘いですな。甘々だわったら甘々よ。ありがとうコメント様。お礼はラバ坊にね。ありがとうラバ坊。疲れたぼ。もう一度だけダメですか？また？私ももう少し欲しいんです。ラバ坊、いける？あと一回だけだぼ。ダメですか？今日はもう無理みたい。わかりました。じゃあまた明日来ます。明日って。コメット、メテオさん。今日という今日はもう我慢できないから言うわ。いつでも姫様は我慢などできないお方ですが。星国の王女、いえ星使いとして、あなたのやっていることはとってもとっても愚かだわ。愚か？間違いに気がつかないのね、やっぱり。何が間違いなのかな。ああ愚かよ愚か。見たら王子様はどう思われるかしら。え？いいの、そのままのあなたでいてねったらいてね。ではごきげんよう。チュース。ちなみにチュースはドイツ語です。私間違ってるって。なんだろう。わーい、すごいよ。星力がいっぱい。あれ？いないのかな？ミラさん？助けて、コメント様！私の作った海が荒れ出して、カロンの作ったおもちゃたちも言うこと聞かなくなって。こんな、どうしたの？わかんない、わかんないよ！
私力がない。コメット様、大変！やめて！止まった。不思議。どうして？おばさま、スピカおばさま。あら？じゃあラバボーはずっと眠ったまま？ラバボー？ラバボー？もう飛べないボー。ずいぶん疲れちゃったのね。おばさま、私どんな間違ってることしたのかな？星の子たちのこと考えてあげた？え？星力は星の子たちの力でしょ？忘れちゃったかな？はあ。ね？星力はこうして集めるの。できる？うん、スピカおばさま。星力は星の子たちの力。星の子たちの力？星の子の中にいる星人の力ね。あなたがたくさんしてあげると、この中に住んでいる星人たちが力を貸してくれるの。愛してあげると？うん、大切に思うこと。大切にされたら星の子たちも嬉しいから、お返しに力を貸してくれるの。うん。星使いはこうやって星の力を使うことができるようになるのよ。星の子たち。ラバボーもかわいそうだけれど、むやみに星力を要求されたら星の子たちもかわいそう。言うこと聞かなくなっちゃうのわかるな。そっか。星の子たちの力は星の子たちが精一杯の気持ちで送ってくれたもの。だから余計に大切にしなきゃ。うん。地球の人たちは星力がなくても立派に暮らしてるもの。ケスケ。ん？ありがとう、おばさま。私、わかった。お礼はメテオさんにね。あ、でも、タンバリン星国の二人は、星力がないと暮らしていけないの。子供二人で暮らしてるんですものね。困ったな。ラバピョンが行くのピョン。ラバボーも頑張ったみたいだから。うん。こんにちは、ラバピョン。誰？ラバボーの代わりに来た、ラバピョン。ラバピョン？ラバピョンがジャンプして星力くれるの？必要な時はしてあげるのピョン。よかった。お掃除したかったの。星力があれば。うん、星力でお掃除はダメ。どうして？すぐにできるのに。星力を無駄遣いしたら星の子たちがかわいそうだって。星力使うのが当たり前になったらいけないの。ピョン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 。なんだ、コメット様もメテオ様と同じケチだ。お姉ちゃん、これも星使いの修行だからですよね。うん。ラピョン。ああ、何よ何よ、いい子になっちゃって。しかしこのままではコメット様だけが好印象。何好印象って？タンバリン星国にコメット様は素敵なことを教えてくれたお方と報告されたな。ダメよ、それだけはダメ。ヒントをあげたのは私じゃないの。待って待って待って。ん？うん、お掃除なら私に任せてったら任せて。ありがとう、メテオさん。いやね、あなたと私の仲じゃない。一生懸命お仕事してると手伝ってくれる人が現れるのぴょん。うん。そっか、星の子たちも同じなんですね。私たちが星使いとして未熟なのは頑張ってなかったから。頑張ってないと誰も応援したくないんですものね。だから星力も少ししか集められなかったの。言った。そう、星の子たちは遠いトライアングル星雲からでもみんな見てるの。ラバボー起きた。また星力集めに行くのかボ。今日はもういいよ。ん？ラバピョンがミラさんたちのとこにしばらくいてくれることになったの。星力の使い方教えてあげるんだって。それじゃあボーと会えなくなっちゃうボ。
少しの間だよ。どうしたの？なんか寂しいもん。ラバボ？あれ？コメットさん、ケイスケどうかしたんですか？いや、ちょっと応援してやろうかなって思ってさ。あいつ頑張ってるからさ。応援？今度ライフガードの大会で選抜されたら海外で活躍できるんだもんな。え？あれ？聞いてなかったのか？ケイスケどこか行っちゃうんですか？いや、まだ決まったわけじゃないけど、あいつの夢だから。ケイスケが、あ、コメットさん！ラバボーの寂しい気持ちだよ。私の胸がツンとするの。姫様、ボーは今姫様の胸のとこにいないボお楽しみ、輝き、面かじいっぱい、イガー。